では続いての話題です。子どもたちの情操教育と地元若手音楽家の活動支援を目的に開催されているクラシックコンサートが9月26日、2年ぶりに開催されました。加古川市民会館中ホールで行われた輝け加古川未来応援コンサートは、2019年に創設された一般社団法人子どものための音楽塾が企画・開催しているものです。出演しているのは中部、日岡、浜宮、加古川の4つの中学校を卒業して東京芸大をはじめとする芸術系大学に進み、在学中もしくは卒業して音楽活動を続けている8人です。ピアノ、フルート、トロンボーン、クラリネット、サックスと多彩な楽器で聞きなじみのある名曲が次々と演奏され、心地よい響きがホールを包み込みました。このコンサートの特色は0歳から聴けるというところ。名曲の合間に子どもたちの泣き声が聞こえてくるのもご愛嬌です。会場の出入りも自由、かしこまらずにくつろいで音楽を楽しんでほしいという思いが込められています。この日はピアニストで上野学園大学客員教授の臼井俊樹さんがゲスト参加し、角優奈さんとデュオの演奏を披露しました。コンサートの最後には会場を訪れた子どもたちも一緒にマラカスを振りながら音楽を楽しみました。素敵な演奏でしたね。いい音色でした、うん、でもちろん音楽もそうなんですけど、はい、子どもたちがシャンシャンって一生懸命音を鳴らしながら乗っているのが可愛かったですね。はい、0歳から聴けるクラシックコンサートということだったので、うん、聞きなじみのある曲も多かったし、幅広い世代の方が楽しまれたでしょうね。はい、親しみやすかったですよね。はい、しかも、うん、今回出られていた若手音楽家たちの皆さん、加古川出身だということで、はい、こんなにもたくさん素晴らしい方たちがいるんだと思うと嬉しくなりましたね。うん、はい、貴重な時間でしたね。はい。